世界的なメガトレンドに対応し、高性能ミックスドシグナル IC のほかディスクリートなどの汎用製品をグローバルに提供している。セキュアコネクションズ4、エースマーターワールド、よりスマートな世界を実現する、セキュアコネクションの提供を目標に、積極的な研究、開発投資を行い、革新的な製品開発に取り組んでいる。今後のさらなる成長を視野に、 オートモーティブ、インダストリアル &IoT、モバイル、通信インフラ市場での技術革新に注力している。こうした分野での積極的な研究開発により、自動車、セキュリティ、コネクテッドデバイス、照明、産業機器、インフラなどの広範な業界の顧客企業の製品開発をサポートしている。このため、25カ国強の世界的な拠点を有している。 日本法人は NXP ジャパン株式会社で NXP が提供する各種半導体関連ソリューションの輸入・販売を行っている。本社は東京で大阪に支社名古屋に営業所を持ち代理店との緊密な連携により営業活動に当たっている。2006年8月フィリップス社が半導体部門を投資家グループに売却し、 ケッツリーア,ンアクイジション BV の名称で法人化2010年5月社名を現在の NXP セミコンダクターズ NV に変更2010年8月ナスダックグローバルセレクトマーケットに上場2015年3月フリースケールセミコンダクタとの合併に関し最終合意2015年12月フリースケールセミコンダクタとの合併完了2016年10月 アメリカの半導体大手のクアルコムが NXP の買収を発表2017年2月汎用製品部門のネクスピリアをスピンオフ。2018年7月中国政府より買収承認を得られず、クアルコムが NXP の買収を断念、NXP への約金支払いを発表へハ工場、内名編、シンガポール、チャンドラー、オースティン試験。 組み立て工場、バンコクカブ株屋を、高尾、セレンバン、転身高性能ミックスドシグナル。車載半導体、MCU、ライティング、認証用、IC、インターフェース、センサー、RF タグ、オーディオアンプ、その他、NXP が高い市場シェアを占める分野出所、NXP の2014年、アニュアルレポート LPC は、 NXP セミコンダクターズの32ビットマイクロコントローラー、集積回路である。LPC 社製のチップは、コルテックス M4 回、コルテックス M3、コルテックス M0、または、コルテックス M0 のような関連する、ほぼ同じ32ビットアームプロセッサコアのグループで構成される。それぞれのマイクロコントローラー内部は、プロセッサコア、スタティックラム、フラッシュメモリ、 デバッグ用インターフェースと多様な周辺回路で構成される。旧来の LPC ファミリーは8ビットの 80C51 コアを元にしている。2011年2月時点で NXP は10億個以上の ARM プロセッサを元にしたチップを出荷した。33端子 HVQFN パッケージの NXP LPC 1114と48端子の LQFP パッケージの LPC 1343代用近年の全ての LPC ファミリーは ARM ホールディングスからライセンスの許諾を受けた ARM コアを元にしてシリコンの台に設計を変換して取り入れる前に独自の周辺回路を追加する NXP は d ップパッケージのアームコルテックス、M コアを供給する唯一の供給会社である。d ップ8の LPC810 と、d ップ28の LPC1114 がある。以下に、NXPLPC、マイクロプロセッサファミリーを示す。ワンボードマイコン、ありがとうございます。